つも SO で狙撃型なのに遠方は精度重視、ジオンは水力重視なのだ。これこそが連邦とジオンの決定的な差よね。この動画は濃いめのガンダムオタクゆずきゆかりとライトユーザーのズンダモンがガンダムを解説していく動画なのだ。なるべくガンダムに興味がない人にも興味を持ってもらえるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのだ。というわけで今回はこのモビルスーツ RGM-79SP ジムスナイパー2解説よ。ガンダムより強いらしいけど、アニメでは秒殺されたモビルスーツなのだ。まあうん、これそんな強くないからね。そうなのだ。とはいえ地球連邦の中では最強クラスのモビルスーツではあるわ。ほほうなのだ。さて RGM-79SP ジムスナイパー2なのだけど、これ実は狙撃用のモビルスーツではないわ。スナイパーなのに。もちろん狙撃、精密狙撃性能がすごいのは事実よ。ただし狙撃特化ではなく万能機だけど、狙撃が最も得意って感じかしら。ふむ。このあたりは MG プラモデルジムスナイパー2の解説書などにもあるかしら。汎用性を保ちつつ総合性能の向上を図った本機、スペック上はガンダムを上回るモビルスーツとも言われる。ジムがガンダムを。ただスペック上はと言ってる通り、マグネットコーティング版のガンダムを超えてるわけではない感じかしら。ここは考察交じりだけどね。それでも十分すごくないのだ。すごいんだけどすごくないわ。どっち？だってあくまでもスペック上は超えてますよ。程度なら時期的にはそろそろジオンに出てくるじゃない。完成してるのに2ヶ月もすやすや倉庫で眠ってたあいつが。カタログスペック的にはガンダムと同等と会場とか言われるゲルググ君なのだ。となるとカタログスペック的にはジムスナイパー2とゲルググはだいたい互角ってことになっちゃうわね。ちなみに MG プラモデル解説書にはこうもあるわ。短期でゲルググに対抗しうる数少ない連邦製量産型モビルスーツの一つ。ゲルググ君強すぎない？さらにゲルググ君はここからハイブバックパックなどで換装可能だから、これちょっとどうしようもないレベルの化け物モビルスーツよね。で、ゲルググ君。それどころか MG プラモデル解説書ではこうも言われてるわ。生産コストも量産機レベルとは言い難く、検証用の試験機以外に直径の後継機が生産されることはなかった。性能はゲルググよりやや上か同等程度なのに、コストが量産機レベルじゃないのだ。このあたりの差すごいわよね。その MG 解説書にも当たり前のようにジオンに比べ10年は遅れてるとあるけど、ジオンの技術力は本当にすごいのだ。ただそのすぐ後に一説にはと前置いてるけど、ティターンズに反発した本気開発スタッフがネムの開発に携わった後継機いたのだとも言われているが、詳細は不明である。これを公式だと言い続けてればそのうち公式が折れるいつものやつなのだ。そうね。そんなネモの前身かもしれないけど、性能ガンダム超えの超高コストジム、ジムスナイパー2の性能はこんな感じ。出力が 1390kW に、本体重量が45トン、装備燃料込みで61トン、推力が 102000kg に、装甲がチタンセラミック複合材ね。うわ、武装はこんな感じ。ビームサーベルに外付けの頭部ガルカン砲、もちろんビームライフルも使えて、実弾のスナイパーライフルに、大型のロングレンジビームライフル。他はもちろん連邦系の武装ほぼ全てね。ちなみにこれは余談だけど、 MG 解説書を要約するとジムはその機体がロールアウトした時点で存在する兵装は全て使用可能であることが義務付けられていたとあるから、ジオンとは違って本当に連邦系の武装を全部使えるわ。なんと冷却や精度の確保に専用機材が必要な特殊なビーム砲でも通常のビーム砲として運用可能であることが求められたとあるから、ここら辺は本当になぜ勝てたのかがよくわかる部分よね。勝つべくして勝って、負けるべくして負けたのだ。で、実際強いのだ。では短期で戦えるであろうゲルググの狙撃タイプかつエース専用機のゲルググイエーガーと比較してみましょう。出力が 1490kW に、本体重量が 40.5 トン、全備重量が 80.3 トン、推力が 178000kg に、装甲がチタンセラミック複合材ね。やっぱジオンのモビルスーツバチクソ強いのだ。本体重量はジムスナイパー2の方が5トンほど重いのに、全備重量は20トンほどゲルググイエーガーの方が重いわね。まあおそらくだけど、これは推進剤の違いかしら。これだけの推力を使い続けるわけだしね。出力が100高くて推力が7万高いのに、本体重量が5トンも軽いのとんでもないのだ。すごいわね。さらに言うとゲルググイエーガーは非正制御バーニアが24機もあるのに対して、ジムスナイパー2はなんとたったの8機か5機よ。どっち？一応2001年発売の公式百科事典には非正制御バーニアは5機とあるのだけど、
ちょっと、これは私が持ってない資料。ウィキによれば、新モビルスーツ大全集バージョン 3.0 の2003年版で8機に修正されたとかで。結局何が正しいのだ。一応、プラモとかの立体物で確認すると、足の裏だけで、すでに左右2機ずつの合計4機の非正制御バーニアっぽいものがあって。古い資料だけど、ガンダムパーフェクトファイル92には、ジムスナイパー2のランドセルに、左右には非正制御用バーニアとおぼしきノズル、とあるから。もう5機を超えて6機になったのだ。なので、おそらく、今は8機が正しい、でいいんじゃないかしら。だとしても少なすぎないのだ。少ないけど、非正制御バーニアのメリット、デメリットは、ゲルブグイエーガー解説動画でも触れたわね。非正制御バーニアは水力とは別に推進剤の量とか、特にジオンの推進剤は質がいろいろといまいちみたいな感じだったのだ。そうね、つまるところ、だいたい同じ時期のモビルスーツだったとしても、連邦の非正制御バーニア1機とジオンの非正制御バーニア1機だと、質が違う可能性が大いにあるというか。まあ、この辺は考察混じりなのだけどね。ただし、考察ではなく設定として、実は、普通に、ジムスナイパー2が、ゲルブグイエーガーを上回ってる要素もあるわ。というと？公式百科事典383ページにこうあるわ。要約すると、ジムスナイパー2の射撃精度は、ゲルブグイエーガー以上のもの。なんと。ここら辺、ジオンと連邦の技術の違いが見えてきて面白いわよね。というと？確かに、連邦は、モビルスーツの技術では、10年遅れてるけど。それ以外の、例えば、ビーム兵器の小型化だとか、内部機器の性能だとか、そういう基礎的な部分は、ひょっとしたら上なのかも、みたいな。はあ。さらに、この水力の違いも、実は、方向性の違いでしかない可能性が、大いにあるのよ。方向性の違い？これに関しては、MG プラモデルジムスナイパー2の解説書にあるわね。バックパックは、出力よりも、精度を優先した設計。出力よりも精度。この違い、面白いわよね。ジオンは、とにかく、大水力に大量の姿勢制御バーニアで、推進剤大量に使いながら戦う路線で、連邦のエース用は、水力よりも、精度重視で、姿勢制御バーニアの数も少なめで、一応そこに加えて、レッグユニットは、精度優先のバックパックを補うため高出力スラスター採用、とあるから、総合的には、連邦系では、高めの水力だけど、ジオンと比較したら、明らかに低めで、どっちもエース用で狙撃型なのに連邦は精度重視。ジオンは水力重視と戦い方全然違うのだ。そしてこの違いこそがおそらく連邦とジオンの差を決定づけるもの。というと？すなわち現場の声の採用度。そしてこれはジムスナイパー2は本当にガンダムよりも強いかの答えにつながるわ。ほほうなのだ。さてジムスナイパー2の凄さを語る前にまずはこちらのモビルスーツにも触れないといけないわね。それがこの2機、RGM79G、ジムスナイパー、そして RGM79SC、ジムスナイパーカスタム。どういうモビルスーツなのだ？まあ、よく見ると、ものすごい単純な話よ。一見すると、技術的にこう見えるけども、実際のところは、こう。つまり、ジムスナイパーと、それぞれ名前がついてるけど、元となったジムが、全部違うのよ。はあ。最初期の陸戦型ジムに OS とかを追加したのが一番左のジムスナイパー、真ん中のが私たちがよく知る大量生産されたジムがベースのジムスナイパーカスタム、そして今回の動画で解説しているのがジムの後期改良タイプであるジムコマンドをジムスナイパーカスタムを参考に改良したジムスナイパー2。というわけで軽くジムスナイパーカスタムにも触れようと思うのだけど、まさにこのモビルスーツはジムがいかに優秀なモビルスーツだったのかを教えてくれるようなモビルスーツ。というと、公式百科事典382ページを要約すると、ジムのパイロットの中でも、パイロット適性の高い者たちが、ジムの戦闘能力を向上させるよう改善要求を提出し、格闘戦、砲撃戦能力向上、装甲の増設、ビーム兵器強化を図る機体が生まれることとなった。ちなみに、この要望を出したのは、ソロモン攻略戦の直後とあるから、公式百科事典などの年表によれば、宇宙世紀79年の12月24日。そして、そのジムスナイパーカスタムは、12月31日のアバオア空戦に参戦してるから、連邦は、要望を受けてから、ジムスナイパーカスタム完成までを、およそ1週間で完遂させたことになるわね。とんでもない速度なのだ。そして、MG ジムスナイパー2解説書には、こうもあるわ。ジムは当初からただ単にガンダムを量産化した廉価版ではなく廃ビオ定置に適応した専用機だったということもできる。さあもうガンダムとの違いジムの凄さが見えてくるわね。のだ万能機であるガンダムが全ての戦場で90点を取れるモビルスーツだと仮定した場合、
現地に適応させる専用機という側面を持つジムの現地適応タイプの一つであるジムスナイパー2は、望まれたその場所においてはガンダムを超える100点の性能を発揮できる。その代わり望まれてない場所ではガンダムに劣る、みたいな。ああ、そういやアニメで瞬殺されたジムスナイパー2は武器がマシンガンだったわね。コロニー内で大型ビームライフルなんて使えないのだ。その上でなのだけども、HGUC プラモデルジムスナイパー2解説書にはこうあるわ。ジムスナイパーカスタムに習い、汎用性を保ちつつ走行性能の向上を図った機体。さっき聞いたのだ。ちなみにアニメでジムスナイパー2がケンプファーと戦ったのは12月19日よ。あれ、12月24日に回収されたスナイパーカスタムに習ったスナイパー2が12月19日にはもう実戦配備されてるのだ。さらに言うと、悪名高いうつなラリーだけど、何か後付けで普通に言ったからラリー生き残った上に、隊長が俺の判断ミスだごめんってなったジャブロー攻防戦のあった11月30日にもすでにジムスナイパー2が配備されてるわ。時空が歪む。そこに関しては大丈夫よ。私たちの公式百科事典がなんとか頑張ってくれたわ。公式百科事典さんとはいえ、さすがにきつかったのか少々首をひねらざるを得ない。時期が問題、辻褄を合わせようとする説がなされてるので、代表的なものを挙げたいと前置いてはいるけど、百科事典さん怒ってるのだ。まず一つ目が、先に発見されたのがスナイパーカスタムで、その後に確認されたのがスナイパー2とした説。ジャブローでラリーが打ったり打たなかったりしてるのに。二つ目が、ジムスナイパーカスタムの2型ではなく、ジムコマンドという原型機が後期型なので、つまりベース機の分類としての2。ふーむ。個人的には後者の方を押したいわね。ふーむ。という土台に私なりの考察をさらに重ねるとしたら、まず MG プラモデルジムスナイパーカスタムの解説書にこうあるわ。要約すると、エースパイロット級の熟練者から得られたデータは、ホワイトベース部隊から得られたデータとは視点の異なる要望や提案が数多く寄せられた。幾度かの大規模戦闘を経て敵味方が入り乱れる混戦状態では、装甲の強化、運動性や機動性の向上が必須。そして MG ジムスナイパー2の解説書などによるモビルスーツ開発解説紹介の試作機の開発と量産計画を並行して進める前代未聞のスキーム、実動兵器としての配備を優先させる、要求スペックを満たしてさえいれば良いという判断。そしてさっき説明したジムは当初から配備予定地に適応した専用機というものを全て合わせれば、合わせれば、あくまでも考察でしかないけど、最優先はジムの数を揃えることだから、一気にジムだけを量産したけど、同時進行で強化プラン、現地回収プランそのものはたくさんたくさん用意していた、みたいな。はあ。だからこそ1週間でジムをジムスナイパーカスタムに回収できたし、ジムスナイパーカスタムが完成してないのにジムコマンドベースのジムスナイパー2を作れた、みたいな。スターウォーズみたいな感じなのだ。え、構想自体は最初からあったけど、一番最初に世に出たのはエピソード4なのだ。ああ、うん、そうかな、そうかも。ジムスナイパー2はスターウォーズエピソード4なのだ。というわけでジムスナイパー2考察をまとめると、カタログスペックはガンダム以上だけど、ゲルググイエーガーなどには大きく大きく劣るし、下手したらバックパック増設したゲルググ以下。でも実は性能の優先順位が違っていて、ジムスナイパー2は推力の大きさよりも精度重視で、さらに射撃精度はゲルググイエーガーより高性能。そしてジムそのものの特性から適応した得意な戦場ではガンダムをおそらく上回るけど、苦手な場所では適用できず割と厳しい。だからアニメではボロ負けしたし、逆に現地で望まれてやってきたゲーム版などでは主役級の大活躍ができるジムシリーズの強みを生かしまくった特化適用傑作機って感じかしらね。うん、考察だけどね。ジムスナイパー2は必要な時に届いた口ガンダム？ソロモン戦どころか11月の終わりから至って、これ相当すごいことだと思うわ。この時はガンダム6号機だってまだ未完成だったし、ゲルググの数もすごい少ないって状況だから、多分ジャブロー戦前後で場所次第でガンダムより強いってとんでもないアドバンテージだったんじゃないかしら。場所次第ではガンダム級なモビルスーツが必要な時に届くってありがたいのだ。そうね、ゲルググ君はできるのにやらなかったことなのだ。そうね。さて今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも小説家になろう等のネット小説サイトにいろいろ投稿してたりもするから、応援してもらえると嬉しいわ。それではぜひまた見てね。またねなのだ。